丁寧に説明してるのって初めて見たのですね。なんかいい街じゃない。映像美しかったですね。綺麗でしたね。はい、さあ一体どうなるのかと。2020年に関しては中には福島のことに対する懸念をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。投票システムの安全性に関してはすでに確認が取れております。そして電信での電気での投票イスタンブルとマドリッドがタイです。タイブレーカーが行われます。それにはこの引き分けとなった都市の間での投票が行われます。あれあれ、Thank you, President. We shall now proceed with the vote between these items. まさかの事態が起きてしまいました。